7750を1から組んでみる。1から組んでみる。持ってる7750を、まあ、今バラしちゃったんだけどね。バラす動画は撮ってない。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。7750を1から組んでみる。1から組んでみる。持ってる7750を、まあ、今バラしちゃったんだけどね。バラす動画は撮ってない。で今ね、ここのモジュール関係も一回組み直してみたんですよ。で今ガンギが折れてるっぽいんだよね。やっぱり折れてるわ、ガンギの先が。したら受けを乗せていこう。この辺の受けの乗せ方は2813なんかよりはるかに簡単です。面白い具合にスッとつきますんで、ここまではね、ものすごく調子いい機械だと思います。うん、ザラ回しした感じ、この後ザラ回しするんですけど、ヒュンヒュン回るんですよ。ここまではものすごくいいムーブメントだと思います。ものすごくこのスムーズに回るしね。うん、この辺はものすごくいいんだよね。でまあビスを止めて、でゼンマイの上のこれなんだ、これをの歯車をつけてあげると、この状態でこれにビスをつけると歯車、あのザラ回しができますんで、そう、これでもってザラ回しをしてみましょう。軽くね。そうするとほら、ものすごく回るでしょ。めちゃくちゃ調子いいんです。でまあちょっとね、オイルが足りなそうなところ、ちょっとオイルを足しておきましょう。ちょっと多く出すぎちゃったね。ちょっと拭いておきましょう。ちょっと多く出すぎちゃった。そう、ここまではね、ものすごく調子いいです。ほら、下の歯車見てごらん、見てごらん。めちゃくちゃ調子よく回ってる。ではね、反対側、出車と呼ばれる付近を組んでいきます。出車も一回外して、で綺麗にして、でちょっと馬力を落として組んであります。そう、そしてまたこれは何て言うんだっけ、これも出車っていうのかな、わかんないですけど、下のその歯車につながってるんですよ。この辺はものすごくいいです。組み直すとめちゃくちゃ綺麗に回ります。あ、綺麗に回ったと思いました。めちゃくちゃ調子いいんです。そう、問題はまたここからになるんだよね。ここから、そう、クロノグラフ組んでいくんですが、クロノグラフは以前にやったのでスキップします。リンクをね、貼っておきます。そしたらここを組んでいこう。ほら、ここまではすごくよく回ります。少しのゼンマイでもすごくよく回ります。ほら、すごく回るでしょ。スンスン回るんだよ。それは一回バラして組み直して、ここの出車っていうやらしいね、ここ出車、ここも組み直しました。そしたら綺麗に回ります。ほら、ここまではね、ここまでは綺麗に回せるんだよ。ほら、出車はまでは綺麗に回せます。であと、こことこの上を連結するこの歯車、ほら、すぐ取れちゃうでしょ。見た、すぐ取れちゃったでしょ。これね、高さを出すために少し、なんていうのかな、浅めに止めてあるんだよ、これ。こいつ浅めに止めてんの。だからこの高さが合わないがために、こっちが回らない。うん、分かるかな、言ってること。
この高さが合わないがためにこっちから連動できないんだよ。でこれがね、じゃあこっちを少し出せばいいかっていうと、これももうギリギリ短いんだよね。要はどうやってね動いてんだろうって不思議なぐらいです。本当にどうやって動いてんのって不思議なぐらい。この状態すごくよく回るでしょ。ほら少しの力ですごく回るんだよ。ほらここまでは綺麗に組めました。で、あとはこっちなんだよね。これはかしめになっていて、ここがねすごく高さの問題っていうのかな、これが全然こうなってない。ここじゃかしめだから、ほらかしめていくよ。またね、きつく締めすぎると動かねえんだよ。これほらわかる？なんだよと思って、少しだから戻してあげなきゃダメなの。これこれでではね組んでいきましょう。ここでじゃあどれぐらいで組んだときに、今ここかしめをしたよね。これかしめをしたよね。これこことこれが連動するんだよ。これがほら今回ってるやつ、これが連動するからね。これを見ていこう。で7750、中華線7750、これ組んだらね、ここグッと押してください。そうするとグッと押して、グッグッと押してね、押し気味で、ああ回った。ほらわかる、これほどまでに高さを調整してあげないとなかなか回ってこない。これぐらい回れば多分いいよ。あ、止まった。そしてじゃあこれを入れていこう。ほらそうすると重そうでしょ。重そうに回んのよこれ。ここがそんなに重いのと思うでしょ。わからんねよこれ。こいつか、こいつ重いのか。はい抜けましたと。抜けたね。これを一回こっちからしてみよう。したらまあ重くなるかな。ではね、再び組んでいきます。まあ、あそこ少し軽くサッと砥石で持って、一回サッとやるとバリが取れるんで、バリを取ってあげて、で、また仕込んでみました。で、これでね、どれぐらい動くのかっていうのをね、これからまた見ていきましょう。で、動かないと。やっとかんだ。重い。わかるかな。まあいろんな高さ調整などをして、軽く動くようになりました。もうなんとかだよ。本当になんとか動くようになる。これほどまでに精度が悪い。こ
ここ動いてるでしょ。あ、動いて止まった。ほら。でもまあバラし、そして組み立て見ていきましたけど、実際テンプは今動いてます。で上の秒針のところ、わかるかな？ここ秒針なんだよ。わかる？ちょっとずつしか動いてないでしょ。わかる？わかります。これなんだよ。1回開けると7750って絶対に、中華製7750って絶対にこうなりますから。こうなの。じゃあこれどこかっていうと、これをつけるよ。そう、秒針なんだよね。わかる？ここの秒針、秒針に連結しているこれなの。今かろうじて動いてるね。本当にかろうじて動いてる。じゃあ針をつけてみよう。軽く乗っけた。ほら、わかる？動かなくなるの。これが7750の精度の悪さです。動いてないでしょ。ほら動いてないでしょ。組み方途中まではすごい良かったのに、ここで引っかかってるから。あー、動いた。ほら動きました。わかる？ここ秒針ね。だからここが精度の悪さなんです。ってことでね、今日は中華製7750を一回バラして、また一から組んで、丁寧に組んでみました。ダメなところっていうのをね、こう気にしながら、あの出車付近とかもきちんとバラして、またきちんと組み直すっていうのをやってみました。でまあ途中まで見てわかるように動きがものすごくいいです。たら回しの段階でヒュンヒュン回ってました。でまあ本当に悪いと言われる7750、中華製7750の悪いと言われるそのモジュール、秒針を司る秒針までこう動くこの歯車だね。あそこでもってどん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 この動きがそがれていく、こうあれが本当に精度の悪さなんです。これがこのコピーには入ってるんですよ。皆さんこれを知ってほしかったです。まあそういうことなんですよね。でまあどの辺のどういう風に精度が悪いのか、あそこのモジュール関係っていうのがね、例えばこれがここに歯車あるとするじゃん。これがこういう風にね、上にこうカバーをこうかせか受けを乗せるとぴっちり収まってるようで収まってないんだよね。わかる？要はものすごくこの縦の隙間ってものすごく大きいんですよ。中華製7750ってこういう感じなの。こういう感じだから、この歯車を出車って言うんですけど、こことここにこういう風にね、でここにジータがあって、これでもってこの精度が悪くなるというか、こういう風に動くから、こういう風に動くの、こういう風に動いちゃうさ、どうしようもならんて。ほんでまた一つすごく悪いのがあって、あそこの歯車同士のこの連結っていうのかな、あるんだけど、これ歯車でしょ。こういう感じで歯車が噛んでるんだよね。わかる？ここでしか噛んでないの、中華製7750って。だから一回バラすと崩れますよっていうことなの。普通の例えばね、エタの7750とか普通の時計はこうきっちり多分噛んでると思うんだよ。こういう風におそらく半分とかでも噛んでると思うんだよね。うん、ピチッと噛んでるんだけど、中華製7750ってこうなんだよ。ここでしか噛んでないの。だからああいう風に動かない動くがあるんですよ。ちょっと刺激を与えてちょっと動くと、またこういう噛んで、またこれが回り出すと、こういう悪さなんだよ。これが7750、中華製7750の精度の悪さなんです。だから俺に修理を頼む人とかいますけど、一回開けると、この中華製の7750の悪いところって
回例えば直すじゃないですか。それゼロになりませんから。一回開けるとどんどんマイナスになってきます。どん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 やることに、開けるごとに精度が悪くなっていくんですよ。なのでこの中華製77750、まあ修理頼む人結構いますけど、一回開けたらその寿命が縮むと思ってくださいそれぐらい精度が悪いですから。じゃあこれをね、今みたいにオーバーホールみたいな感じで、まあバリを落としながらやるっていう、それってこれってよほどな金額がかかります。まあ本物のねクロノグラフ持ってる人なんかわかると思うんですけど、オーバーホールってものすごい金額なんですよ。オーバーホールってすごい金額になるじゃないですか。クロノグラフなんかまあ安くて、ね、ブライトニングのメンバーズに入ってても7万とかしますから、普通のオーバーホール何もね、普通のオーバーホール、普通のクロノグラフか、普通のクロノグラフといえば10万はねかかると思います。いや、そこまでこれをかけるかってことなんですよ。だから中華製7750って分解してますけど、俺は分解してまあいろいろね直したりもしてますけど、正直これは欲しくないです。本当にこの機械は欲しくない、ここまで精度が悪いもん、じゃあ4万も5万も出してみんなコピー買ってる人にはちょっとあれだけど、ここまで精度が悪いんだよね。俺は正直いらないですこれは、こんなものはいらないと思ってます。こんなに精度が悪いんですよ。まあ組んでみての感想ですけどね、パシッと組めないし、そのこういったここでしか接点がないっていう歯車も結構あるんです。2、3箇所あるんですよ、こういった箇所。だから重くなるんですよ、動きが重くなるんですよ。ここでしか伝達してないから。そうするとこの保存ところもこういう風に曲がったりもね、ミクロの単位で曲がったりすると、これでそれですらもう動かなくなるんですよ。だから動かない場合ちょっとショックを与えてあげる、そうすると動くんですよ。これって本当に精度の悪さでそういう風になるんです。テンプが動かないとかじゃないんだよ、テンプは元気に回るんです。そこが7750の悪さなんです。今日分解してみて、今回分解してみて思ったことですね。これほどまでに悪いんだよってことをね、皆さん知っといてください。コピーってこういうもんです。これほどまでに悪いんです。それを高いお金出してみんな買ってるんですよってことをね、ちょっと分かってほしかったで、まあ、ね、修理頼む人もそうですけど、一回開けるとその寿命はかなり縮みますからね。それを覚悟して修理頼む人は頼んでください。一回開けるとその状態にもゼロには戻りませんから、逆にマイナスになりますから、開けるたんびにマイナスになってきます。これが中華製7750だと思ってください。ってことで次回はね、実はクロノグラフ動いてません動くんだけど、あの積算計1分のところの積算計がね、ちょっとまあ動きが止まってしまう。なのでまあそこまた直す動画っていうのをね、また次回お送りいたします。ってことで今回は7750、本当に良くないっていうのをね、また紹介しました。次回も楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。